まだ上手に字が書けない、そして絵を描くのもちょっと苦手という皆さん、今日はマーブリングを使って楽しい作品作りをしちゃいますよ。小学校で夏休みといえば、夏休みの宿題がありました。自由研究なんていうのありましたけれども、皆さんはどんな作品を作りましたか？今回は大人の自由研究のご提案です。今日は夏に向けてオリジナルのうちわを作ってみたいと思います。ただ文字を書くのではなく、今回はマーブリングを使っていきたいと思います。さあ、こちらに小学生が書いた大きな字が書かれたうちわがありますよ。これね、空海の飛迫体をイメージして書いたもので、とっても素敵だし元気があって可愛いですよね。でも大人の方が白い紙に大きな文字を一文字書きなさいって言われたらどうですか？ちょっとな、それを使うのは、自分の字を書いたものを使うのはって敬遠してしまいません？そうなんですよね。ちょっとこれはハードルが高い。ということで、今日は誰にでも楽しく簡単にできるマーブリングというものをやってみたいと思います。まずは用意するものをご説明します。こちらのうちわを使います。あら？これ何もついてないじゃないと思いますよね。こちら100円ショップでこういったものにこの紙をシールで貼り合わせるタイプが売っていました。これね、とっても便利なんですよ。このままくっついた状態で売っているうちはありますよね。ここに書いてももちろんいいのですが、これだとこのガタ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 っていうね、部分が邪魔をしてしまって上手に書けないという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。こちらでしたら、平面に書いて、そしていいものをペタッと貼ればいいだけなので、とても簡単ですよ。続きまして、マーブリング液です。こちらのマーブリング液を使いたいと思います。文具屋さんでだいたい1000円くらいで売っています。さあ、中を開けてみると、6色入っていますよ。そしてこちらに風呂落としがあります。こちらがないとね、マーブリングにならないので、このマーブリングの液は用意してくださいね。さあ、続きまして、マーブリングをするためのバット、ね、この中に水を入れたいと思います。こちらは100円ショップでこのように食器を立てるものとして売っていました。こちらのバットだけを使いたいと思います。あとはこの中に入れるお水です。たくさん用意してくださいね。あと新聞紙があるといいと思います。作ったものを乾かしておくための新聞紙を用意してくださいね。では実際にやってみたいと思います。まずこちらのバットの中にお水を入れていきます。さあ、1センチよりも上に来るぐらい、ちょっと多めにお水を入れたいと思います。さあ、その次にですね、こちらマーブリングセットの中に入っていた風呂落としを置いて、これを落とします。落としてから上がってくるのを待ちましょう。さあ、上がってきました。こちらにマーブリングの液を入れていきたいと思います。さあ、どうなるんでしょう。いきますよ。ちょん、本当に一滴、わっ、いきました。これだけでもとっても綺麗ですね。でも今日は何色か違う色を混ぜていきたいと思います。
り大きくしてしまうと良くないので少しだけ。さあ次に黄色も混ぜてみたいと思います。ちょんと浮き上がってきました。もう一色ぐらいいっちゃいましょうか。さあ綺麗ですね。これだけでもとっても綺麗。マーブリングのやり方はいろいろあります。吹き流しといって、これでねふーっとね息を吹きかけるやり方もあるのですが、今日はちょっとだけかき混ぜてみたいと思います。割り箸を使ってこのように少しずつ動かしていきますよ。面白い形ができましたね。ぐちゃぐちゃーって混ぜてもいいんですけども、この動きをね大事にしていきたいと思います。さあこの状態でまずはうちわの紙ではなくてコピー用紙を使って練習をしてみたいと思います。まずはコピー用紙をえいスーッとつけました。そしてそのまま引き上げます。いかがでしょう。こんな形になりました。ではこちらに置いて乾かしたいと思います。マーブリングの液は毎回毎回水を変える必要はありません。この上に重ねていっても大丈夫なんです。ただちょっと濁ってきたなと思ったら色を変えてみてくださいね。さあ今日はちょっと続けていってみたいと思います。黄色が入りました。ポワーンとね広がるのがとっても楽しいですね。さあ続いて赤を入れてみましょうか。赤をちょんと、わー綺麗、ね、こういう風にしようかなという風に考えるというのもとても楽しいのですが、この偶然の形というのもとても楽しいものですね。えい、わあ、広がっていきます。今度はどんな模様になるんだろう。マーブリングはワクワクしますね。さあもう一滴、えい、さあどんな形になるのかな。もう一度こちらでお箸で少しだけかき混ぜてみたいと思います。動いてる動いてる、自然にこう動くのが面白いですよね。今度はどんな形になるんでしょう。さあ続いてこちらのうちわの形のものでやってみたいと思います。こちらですね、先ほどのように全体でつけてもいいのですが、ちょっとこの部分だけとか、ね、形を考えながら取ることもできますよ。さあ、では行きたいと思います。ドキドキするー。行きます。じゃん。つけました。そして引き上げます。この引き上げるときにねゆっくりと引き上げてくださいね。さあこんな形になりました。ちょっとこれがついちゃいました。さあこれもまた面白い、乾かしていきたいと思います。先ほどマーブリングしたものを乾かしてみました。こちらが1枚目に作ったコピー用紙にマーブリングを写し取ったものです。乾かしてみるとまた美しいですよね。さあ続いてうちわの形に作ったもの、こちらもなかなか面白い形ができました。ただ見てください、これ
かなり曲がっていますよね。マーブリングした後はこのようにぐにゃっと曲がってしまいますので、できれば完全に乾かした後、重しをして1日ぐらいしっかりと伸ばしてあげてください。今日は昨日マーブリングをして辞書でしっかりと伸ばしたものを使ってみたいと思います。まずこちらにコピー用紙に写し取ったマーブリングの作品があります。こちらにうちわの型を当てて、ここのところ鉛筆などで縁取ってくり抜いていきたいと思います。先ほどのコピー用紙をこのようにくり抜いてみました。こちらを先ほどの絵の部分につけるだけでもう作品みたいですよね。とっても綺麗。でもちょっと見てください。こちらね、単なるコピー用紙ですので後ろに何もついておりません。こちらのシールになっている部分のものが本番用紙ですよ。このような練習用紙を使って練習をしてから本番に臨むのをおすすめします。では実際に本番用紙に書いてみたいと思います。今日はこのマーブリングがなんだか波のように見えたので、林古慶作詞の浜辺の歌を書いてみたいと思います。
出来上がりました。いかがでしたか？いつも書いている字とはちょっと違って、簡単な読みやすい字で書いてみました。マーブリングがちょっと強いので、それに合わせて少しだけ軽いタッチで書いてみましたよ。あまり小難しい崩した字で書くよりも、あれ？これ浜辺の歌、ああ素敵だわ、なんていう風な話題になるように優しい感じで書くことをおすすめします。自分で書いた作品を日常で使えるととても楽しいですよね。白い紙に黒い文字を書こうと思うと、ちょっとハードルが高くて無理と思ってしまう方もいらっしゃると思います。でもこのマーブリングを取り入れることで、誰もが簡単に楽しく作品を作ることができるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてくださいね。さて、仮名を勉強されている方は料紙に書かれることも多いと思います。でも料紙ってちょっとお高いですよね。さあ、こちらは半紙を小さく切って先ほどのマーブリングで染めたものです。こういったものを作っておくと、作品作りの幅が広がりますよね。ぜひこういったものも取り入れてみてくださいね。マーブリングは字や絵に苦手意識がちょっとあるという方も、誰もが簡単にそれなりに素敵な作品ができるんじゃないかなと思います。ぜひ気軽に芸術を楽しんでみてくださいね。以前の動画でもお伝えしましたが、自分で作品を作るということはとても実力アップにつながります。でもいざ白い紙を前にすると、うわちょっと無理、まだまだ無理だね、思ってしまう方もいらっしゃいますよね。そういった方こそ、こういったマーブリングの技法などを使ってハードルを下げて作品作りを楽しんでみてください。いろいろな作品を自分で作ることによって、どん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 実力がアップすると思いますよ。ぜひ試してみてくださいね。大人の自由研究、いかがでしたか？材料費は安いんですけれども、とっても素敵な作品ができました。ぜひ自分で作った作品を日常に取り入れてみてくださいね。書道の先生土井講習のチャンネルでは、書道の探究をテーマに、いろいろな角度から書道の動画をアップしています。チャンネル登録していただけると、今までの動画もスムーズに見ることができますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。